つーかさ、いい加減どっちか選びなよ、ケイちゃん。うわっ、さっきからブツ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 、何自分の世界にトリップしてるのさ。ほら、さっさと引く。これで泣いても笑っても最後なんだからね。仕方ないだろ。これで天国と地獄が分かれるとなれば、誰だって時間をかけたくなるわ。どっちかな、ケイちゃん。早く選んでよ。ほらほら、ケイちゃん。後ろで亡者たちが呼んでるよ。つうか、お前ら面白愉快で百方な罰ゲームを考えるのは大いに結構だが、自分たちも引くことになるってことを考えて少しは手加減せんか。この格好はあの時一度きりだったはずなのですよ。
アビと教官の演奏で死神とワルツを踊る地獄へようこそ、ケイちゃん。覚悟はいい？さあ、泣いても笑ってもこれが最後だよ。右と左、ジョーカーじゃないのはどっち？善でも悪でもいい、俺に力を！あ？どったの、ケイちゃん。いや、俺目が悪くなったのかもしれないなって。ダイヤの3のカードを引いたのに、アッカンベーをしたバーサの絵が上に重なって見えるんだよ。そういや最近結構慣れない仕事多くてきつかったもんな。大丈夫だと思ってたけど、やっぱ体は正直ってやつか。疲れがどっと出たのかもしれない。あー、ケイちゃん、おかしいな。ケイちゃん、現実を直視したくないって気持ちはほんのちょっとだけわかるけど、それジョーカー。嘘だ嘘だ嘘だ、お前は嘘を言っている。でもジョーカーだよ。ジョーカーなのです。どう見てもジョーカーですね、ケイちゃん。ジョーカーですよ、ケイチさん。ジョーカーにしか見えません。いや、これがダイヤの3に見えたら、むしろその時こそケイちゃんを病院に連れて行くけどね。眼科と精神科に。違う！みんな騙されてる！騙されてるぞ！俺は確かに、確かにダイヤの3をゲットしたんだ！まだ爪が甘いね、部長さん。さて、お待ちかねの罰ゲームを引いてもらおうかな。さあ、引いたんさい。ほれ、引いたんさい。そーら、そーら。ミオ、覚えてろよ。いやールーズドッグの声が心地いいね。あ、ちなみに私の書いた罰ゲームはまだみたいだから、引いたら頑張ってね。先にどんなやつがあるのか聞いてもいいか？ん？例えばね、獅子骨郷土料理ヤゴーチ馬煮を完食とか。ヤゴーチ馬煮？あそこって昔はよくヤマメが釣れたんですよね。今はあまり人も行かなくなりましたが。で、馬煮と聞くと普通っぽく聞こえるが、一体どんな郷土料理なんだ？うん、文字通りヤゴの味噌煮込みが入ってる。食えるかそんなもん！ちなみに
ヤゴはトンボさんの幼虫なのです。みー。何言ってんのさ。イナゴとかハチノコとかの料理前に出した時はケイちゃんもなかなかって食べてたじゃん。あれと同じだよ。虫だって教えられたのは食った後だったけどな。大丈夫だよケイチくん、レナのもまだ残ってるんだから。それは喜ぶところなんだろうか。レナの考えたやつってどんなのとか聞きたい？遠慮します。そう？残念だね。でも楽しみだね。僕の考えた罰ゲームも残っているのです。ミパー、リカちゃん、それ以上何も言わないでくれ。まあそういうわけで覚悟はいい？ん？何？すまん、読んでくれ。恐ろしくて読めそうにない。大げさだね。命取られるわけじゃないんだから。そんなに。え、どうした？みーちゃん、には厳しすぎるからノーカウントってことで。うん、富田、岡村、了解です。あ、こら、あんたたち、富田さんと岡村さんをあそこまで教育したのでございましょうか。みー、さとこ、ようやく復活したのですか。なんか面白そうな気配を感じましたので、読み地より前戻ってきましたわ。なになに？え？好きなこと1日デートかっこレポート必須かっこ閉じ。ちょっと待て、お前ら。
絶対みんな誤解してるぞ。なんだその笑顔、なんだそのグッドサインは。ああ、院長と元院長がデートだって。すげえ、さすが院長、やっぱ俺たちとは違うよな。年貢を納める時がやってまいりましたわね。ここは覚悟を決めてしっかりとエスコートして遊ばせ。あのリカちゃん、この罰ゲームはひょっとして…みぱーん、あら圭一さん、女の子と遊びに行くのはご経験が終わりで。経験も何も、お前らと毎日しょっちゅう遊んで大騒ぎしてるだろうが。まあそうでございますが、二人きりでのデートは？ケイちゃんって結構遊び人なんですね。ねえ、ひどいやつなのです。考えてみれば私たちとんでもない人と遊んでいたのではございませんか。はぁ、不潔だよケイチ君。でも考えてみればお姉と二人っきりってのはなかったようですね。初デート嬉しくないんですか。これで2度目ですか。最近よくヒューズが切れますね。一体誰のせいだよ。それにしてもリカ、とんでもない仕込みをしていたものですわね。み、聞いたら面白いと思っていたのですが、本当に本人が引くとまでは思っていなかったのですよ。そうだよね。全部合わせたら100以上はあったはずなのに、その中の一つを引き当てるなんてすっごい幸運だよね。
とりあえず、ケイちゃん、私たちはこれで帰りますから、あとよろしくお願いしますね。え、お前ら帰るのかよ。せめてミオンが起きるまでは。お邪魔虫は退散でございますわ。ケイチ、あのさ、リカちゃん、運命は決まってるって前に言ってたよな。リカちゃんがあのカードを仕掛けたってことは、ひょっとして俺が引くことも決まっていたのか。さあ、どうかしらね。確かに私はあのカードを圭一に引かせたいと思った。でも100枚以上の中から引き当てたのは他でもない、あなたの力。それは偶然でも必然でもない、あなた自身が呼び寄せた強い縁なんでしょうね。縁？運命はあらかじめ用意されたものだとずっと思ってきたわ。でもあなたを見ていて、それは違うと今なら言える。きっと運命は人の意志の結晶のようなものだから、強い思いは時として周りの人さえも巻き込んで流れを大きく変えてしまうのかもしれない。リカちゃん、ありがとう。ケイチ、大切なことを気づかせてくれて、もうちょっとだけ早くあなたと会いたかったわ。運命か。でも、本当に俺たちは勝てるんだろうか。圭一、あなたを許します。あれ、ここ。おお、起きたか。ブレーカー落ち娘、
ちゃん？あれ、私いきなり気絶するとはな。漫画じゃあるまいし、びっくりさせるなよ。え？あ、いや、その、ごめん。何よ、なんで笑うのさ。いや、ほんと面白いやつだよな、ミオンってさ。毎日付き合っていて飽きないぜ。なんかバカにされてる気がする。ケイちゃん嫌い、もう帰れ。ん？帰っていいのか俺。じゃあ帰るぞ。あの罰ゲームだけど。別にそんなの、私じゃなくてもシオンとかレナでも構わないでしょ。あの子たちの方が楽しいし面白いんだしさ。まあそうだけど。そうだよ、私じゃなくてもさ。なあミオ。何？それはともかくとして、今週の日曜日さ、図書館でも行かないか？え？図書館？お前これから受験勉強に専念するんだろ。だったらいい参考書とかあるから一緒に勉強しないか。俺も今度の定期試験の準備しておきたいからさ。別にそんなの一人でも。受験を甘く見るなよ。ポイント絞ってやらなきゃ、下手すりゃ全教科書けませんでした、無条件降伏なんてことがあるんだからな。俺の知ってる園崎美音は上昇腐敗、向かうところ敵なしのすげえやつなんだ。それなのに勉強しか能のないガリ勉野郎どもにたかが受験程度で負けて帰ってくるなんて、俺は絶対に認めねえぞ。ケイちゃん。日曜11時、沖ノ宮図書館前。ミオンが来なくても一人で勉強やってるから。でも待ってるからな。もう帰んなきゃだね。大丈夫か？お前のカバンも持ってくるからそのまま待ってろよ。あ、ケイちゃん。ありがとう。え？悪い、よく聞こえなかった。ううん、なんでもない。じゃあ待ってるね。ああそうそう、ミオ。え、何？どういたしまして。